南極大陸を滑走し南極点に着いたスキーヤーの一段。2009年12月。この記事では南極の観光について述べる。訪問者用に設置されている南極点のセレモニアル、ポール。南極の観光は航空交通を使うものは1970年代に始まり一時中断し、1990年代に再開した。飛行機は主に オーストラリアから出発する。海上交通を使うものは1960年代に始まった。個人的なヨットによる旅行は60年代の後半に始まった。旅行シーズンは夏の間、11月から3月の間である。1999年から2000年の間に14,762人の観光客が訪れたと見積もられており、そのほとんどは回路できた。 南極点には、毎年位置が変わる、実際の南極点を示す、ジオグラフィックポールの他に、アムゼンスコット基地の脇に訪問者用として、固定されたセレモニアルポールがある。南極を訪れるには、南極条約で定められている許可を取らなければならない。多くの航海は、硬いインフレータブルボートやヘリコプターによる上陸も、含まれる。上陸する時には登山、スキー、さらに、 南極店を訪問することすらある。ほとんどの経営者は国際南極旅行業協会のメンバーである。パラダイス湾に来た大型観光船。多くの航海はアルゼンチンのウシュアイアを出発する。費用は最低でも5000米ドルかかる。だが時々出るキャンセルをウシュアイアで安く買えることがある。ロスカイと東南極へ行く航海は限られている。ニュージーランドの 探検旅行会社ヘリテッジエクスペディションズは氷対策のしてある自前の極地探査船スピリット・オブ・エンダービーを1年に何回か運航している観光客を乗せ南極点付近に着陸した BT-67 南極には南極基地への物資輸送のためウィリアムズ・フィールドなどの飛行場が存在しケンバークエアのような航空会社が輸送を受け負っている航空機には BT-67 七度が利用されている。1970年代にはオーストラリア及びニュージーランドからの観光飛行が開始された。南極上空へ飛び、着陸せずにそのまま出発した空港へ帰るというコースであり、これらのフライトは国際線ではなく国内線扱いである。現在はオーストラリア発の観光旅行がツアーの一つとして提供されている。 フライトは12時間から14時間で、そのうち大陸の上を飛ぶ時間は、およそ4時間に及ぶ。カンタス航空は1977年2月13日にフライトを始めた。1979年までに27便及び7000人以上の観光客を運んだ。ボーイング747バイト S が主に使われ、シドニー・メルボルンパースのいずれかから、 二つのアイスルートを経由した。片方は、ジョージ五星ランドの海岸に沿って、アデリーランドのフランスの基地へ飛び、南自局上空で引き返す。もう片方は、オーツランドとビクトリアランドの北方の上空を、ロス海賊領にあるワシントン岬へと飛ぶ。1977年、一便がマクマード湾及びエレバス山の方へ飛ぶようになった。 いくつかのより短いフライトがメルボルンから出ていて、ボーイング707が使われている。オーストラリアからの飛行は1980年に一旦中断したが、1994年に再開され、現在も続いている。ニュージーランド航空は1977年2月15日に観光飛行を始めた。1977年に6便、1978年に4便。 運航された。1979年も4便が運航されたが、11月28日に、年内最後の1便が、エレバス山に墜落する事故を起こし、以後のニュージーランド発の観光飛行は中断された。1958年に、チリから向かったものなど、もっと早い時期にも、風景目的の飛行はあった。1972年の EN、デビッド・ヘンリー・ルイスのように、 1960年代後半から個人でヨットを使って南極大陸を一周する人が出始めた。毎年およそ30隻のヨットが南極半島を訪れる南極半島は暖かい地域である。多くの4日間の航海ではアルゼンチンのティエラデルフエゴからそうでないならウシュアイアまたはフォークランド諸島のスタンレイから出発する。 ヨットには以下に挙げる公式な公開ガイドが片方でも両方でも載っていなければならない。イギリス人ガイドは優秀な分賃金が高く、アメリカ人ガイドは賃金が安い分を取っている。ありがとうございます。